ロッテグループの重光明夫会長がロッテケミカルの新入社員交際面接現場を訪れ、志願者らを激励したと14日、明らかにした。秋夫会長が訪問したロッテケミカルの新入社員面接は去る13日、ロッテケミカル本社で実施された。 秋尾会長は実務面接から役員面接まで1日で全て終えるワンストップ面接の進行過程を点検した。秋尾会長は控え室によって志願者らに会社に関心を持ってくれたことに対する感謝の挨拶とともに面接の前線を応援した。秋尾会長は、ロッテグループ発展の原動力は結局、人材都市、 厳しい経営環境であっても青年採用拡大のため、積極的に努力してくれることを人材運営の責任者らに要請した。また、秋尾会長会長は、未来の競争力確保のためには多様な事故に耐えることができる人材が必要だとし、学力先行性別に関係なく、人柄や情熱、 そして能力を持った優秀な人材を募集していくことを呼びかけた。